よし、ここも8勝です、日本手前。それでは3回戦調子だ、調子だ、ワンツーワンツー。3回戦第1戦の第3ビートいきましょう。ビートはこちら。ではこちらのビートで参ります。前後がスパイラル、ここ MC になればギルチャカレディファイよ。これはストイックな音楽だからな、お手がどうこいもと俺の曲げと前にぶつけていこう。ハーハーとか似合ってねえな、 B ボーイらしくしっかり上がれ。いい感覚だってお前のボールバースで上がったバッボーイばっかりも俺のバース聞けば全員 B ボーイだよ。これがパンチラインバカロ、お前と一言爆発が段違いだよ。増えすぎたカトリック、分発が落とすアトミック。それだけの話、見た目はルーズ、中身はスマート、フロム街頭の下のプロテスタント。そこが違えんだよ、宗教にしてる時点でお笑いと同じ。ああ俺たちは同じ分布アップ境界線、ハーハーとお前にはハートが足りてねえんだよ。ハートがなくても大丈夫だって、下に散らばった階段を広げてここまで来た MC だからな。ああ宗教じゃねえ、俺は自分を精神統一、何かけねえんだ、宗教だと思ってた勘違い、俺のバスがイケてるから上がってんだろ。お前自分を信じろ、信じなきゃ B ボーイは廃れちまうからな。サリンでぶっ飛んだケミカルの NSD、 白い悪魔のテーゼがまたも心地がいい。ああお前のバス錆びた空調の音、窓の向こうには俺という死神の鼓動。俺はデコミナサイズ、L サイズってこと、その後のデスサイズ、首を刈るには十分だぜ。デスノートはいらない、俺はスポットライトが神代わり。それでは、それでは聞きたいと思います。成功スパイラル、今後 MC になれば、MC になればスパイラルに大きな拍手お願いします。いや、マジチーズ乗ってるいいじゃないですか。では、次の試合に参ります。